ジャンボマーチさんについて何かあったら語ってください。ダンジョンでのこととか。ジャンボさんは、俺はダンジョンの時に初対面で初めましてって感じで、まあ、全然先輩なんですけど、まあ、レゲエとヒップホップで畑も近いようで遠いっていうか、意外と一緒になんなくて。で、まあ、畑も違うから当たり前っちゃ当たり前だけど、最初からずっと腰低くて、で、素直にそのね、MC バトルのチャレンジャーのとか見て、うわ、強いって感動してるっていうかさ、特に最初はその3代目の残り1枠をかけてのトーナメントだったから、そのレベルに素直に驚いてるって感じで、で、ジャンボさん自体も最初そんなに対応できてなくて、ずっとあんま勝てなくて、俺らとしたらさ、先輩のね、畑違うとこから勇気持って出てきてくれた先輩がなかなか勝てないっていうのは気まずいわけよ、モンスタールームも。だからもう、1回目の初勝利の時とかも爆上がりしたし、みんな。で、初勝利爆上がりして、で、この間の凱旋のアリーナの陣の時なんて、ジャンボさん決勝まで行ったからね。まあ、それはもう胸熱でしたね。で、俺は楽屋一緒だったから、同じ楽屋でね、応援してて。で、ジャンボさん決勝まで行って、俺その時1回戦までからさ、それはすごくね、胸熱でしたね。そして、むちゃくちゃちゃんとした大人だね、ジャンボさんは。うん、いろんな、その、話してても、めちゃくちゃちゃんとしてるね。